はい、どうも作太郎です。今日は前回作った作太郎庭キャンプ場にオブジェとして置こうと思っている流木を探しに山奥の渓流までやってきております。目の前に大きな巨木が根こそぎ倒れておりますね。はい、せっかく山奥の渓流まで来ましたのでね、焚き火をしてちゃんちゃんとキャンプ飯作っていこうと思います。はい、今日サクッと作るキャンプ飯は信州蒸しチャーハンを作ります。ゲーって感じですよね。こちら長野県はですね、昔から昆虫食の文化がありましてですね、稲刈りの時期になりますとイナゴを捕まえては家に持ち帰ってばあちゃんに甘じょっぱく行ってもらって食べたものです。ですからね、全く抵抗ないんですよね。今日はこのイナゴとハチノコというものを使うんですけれども、長野県のスーパーならね、どこでも売ってます。大きな駅のお土産コーナーでも売ってますので、皆様信州にお越しの際は、ご購入してみてください。このイナゴはね、380円くらいで買えるんですけど、ハチノコというのはですね、結構貴重品でこれ1280円もします。私のチャンネルを見ていただいている方で群馬、東京、鎌倉、三河、京都、大阪、神戸、博多、皆様グルメの国の方々なんですよね。今さら昆虫なんか食えるかなんていうお茶の間からのツッコミが聞こえてきそうですけど、まあそんなこんなで強引にね、今日は蒸しチャーハン作っていきたいと思います。うなぎみたい。懐かしい味。
蒸しチャーハン出来上がりましたのでいただいていきます。ノンアルですね。うまい。いただきます。これはうまい。本当にうまいですよ。もうバグバグいけちゃいますね。ネギとのバランスもいいですね。いいアクセントになってます。これも昔から食べてるとね、もう全く抵抗ないですね。信州蒸しチャーハンめちゃめちゃ美味しいですね。まだまだイナゴもハチノゴもたっぷりありますのでね、今夜家に帰ってもう一度これを作って妻と共有したいと思います。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。